危ない言うて行ったよ。しかしだな、橋がない。今どうやって行くんだ。とりあえず行こう行こう行こう。魔物普通におるからびっくりするけどねえ、普通にいますな。また再びあいつが来たのか。ドルマゲス、じゃあ行こう行こう。戦いは避けてね。スライムです、どけ、空気を読め。何笑っとんねんお前。何お前こんな状況でめっちゃ満面の笑み見しとんねん。ボコボコにすんぜ。ようやく抜け出したと思ったの、また再び修道院に行くのか。よくわからんな。お？どえらいことになってそうだね、これ。ちょっと話聞いてみようか。あたしてかよそから来た旅人が修道院に火をつけたらしいよ。What？ うん。サグでない修道院の台所でぼやが出ただけだ。すぐに火は消える。そんな感じじゃないでしょう。どんの町からも火事の火が見えたのよ。ククル様大丈夫かしら。あ、これはあの、あそこ上にいたやつだね。来てたんだ、こいつも。さて、そんなことはどっちでもいいんだ。中行こう、すぐ中入ろう。どけ、じじい。お前、じじい、こんな状況でお前、あ、待って、でもなんか怪しいな、今の。ちょっと話聞いてみようか。なんでこいつ普通に平然と歩いてんの。さっき修道院の皆さんが慌てて奥へ走っていきましたが、何かあったんでしょうか。いや、何かあったんだろう。緊張感持てよ。お前も、どうした、じじい。ありゃ、免罪符を買いに来たんじゃが、今日は売り切れかのう。だから、そんな状況じゃねえっつってんだろう。わからねえのか、この BGM で。わかるもんだろう、わりかし。OK。よしよしよし、あの見張りがいないんで、この先行くことが可能だね。うん。で、OK。開けまーす。で、この奥だ。またまた開けまーす。おー、余裕に燃えている。のー、話しかけてみよう。橋がもう崩れそうだ。橋が燃え落ちる前に何とかして向こうの島に行かなくてはならんのに。ええー、勇気のない連中め。お前は？あ、熱い。クソ、これでは院長のせい、部屋に近づけん。近づけんじゃない、行けや。この前ら地方の平和と秩序、そして指導員様の命をお守りする神の剣、それが我ら聖堂騎士団だ。しかしこの炎ではとてもではないが、指導員様のもとに行くことができんではないか。いや、余裕で行けますね。勇者ピーマン余裕で走ってますね。暑くない、むしろ寒い。ねえ、勇気のない奴らだぜ。役に立たないぜ。結局俺だ。おう、ククルじゃないか。どうしたんだい。マルチェロの野郎、どこにもいやしね。あいつ、でも結局あいつ怪しかったよね、ずっと。あいつだったのか。マガマガしい、いや、そんな可愛いもんじゃない。まるで悪魔か。地の底から悪魔が大群で這い出してきたみてえな。王子の院長だ。おお、間一髪セーフ。中から鍵が開かない。開かない。緊急事態、ピンチ。私たちの中か。クソ、何が起きてるんだ。一体どうなってやる。開きゃしねえ。クソ、あんたら。そうか、俺の後を追って来てくれた。いや、先来たね、今。俺ずっと先に来てたね。うん。いいぞ、助かった。悪いが、もう一度だけ俺に力を。いや、まあいいだろう。俺はしろよな。女は実力行使だ。これだけ人数がいりゃ、どうにかなる。中から鍵がかかってる。さあ、みんなで体当たりして、扉をぶち壊すぞ。ゴー。はい、開きました。ヤンガスだけおかしいだろ、かわいそすぎるわ。吹っ飛んでいったね。さて、中開いたよ。おい、何があった。しっかりしろ。よく、さ、応援が。早く院長様を。どうした、一体誰が。やつは強い。マルチェロ様、マルチェロも危ない危ない。はあ、
行こう。お前も来てくれるな。すまない。もう拒否るわけにはいかないからね。でもここでの選択肢があったということはおそらくボスか。うわー、ボコボコンされてる。オーマイゴーシ。あの道化師、誰か院長を。死んだ。思いっきり死んだ。サスペンスドラマみたいな死に方した。上で何が起こってるんだ。すぐ行こうよ。院長が危ないよ。おう？お、マルチェロだ。そこには道化師。わお。壁めり込んだ。兄貴。そうだよね。やられた。すべてあの道化師の仕業。奴は強い。だが、あやつの思い通りには。命令だ。聖堂騎士団員ククール。院長を連れて逃げろ。わーお。ドルマゲース。これで邪魔者はいなくなった。オディル院長には指一本触れさせん。案ずるな、マルチェロよ。私なら大丈夫だ。私は神に全てを捧げた身。神の御心ならば私はいつでも死のう。だが罪深き子よ、それが神の御心に反するならば、お前が何をしようと私は死なぬ。神のご加護が必ずや私とここにいる者たちを悪しき業より守るであろう。ほう、ずいぶんな自信だな。ならば試してみるか。待て待て待て。おお、ほほほほ、ここでトロできたよ。いつの出た。またヤンガスのこの顔ポーズ。久しぶりじゃな、ドルマゲスよ。これはトロデオではございませんか。ずいぶん変わり果てたお姿で。うるさいわい。姫とわしを元の姿に戻せ。よくもわしの死ぬ子供か。おお、なあ。なんと。トロデオ変わったんだね、委員長が。悲しいな。お前たちの神も運命も、どうやら私の味方をしてくださるようだ。悲しいな、オデロ院長よ。そうだ、この力だ。これでここにはもう用はない。さらば皆様、ごきげんよう。笑ってる、怖い。何なのこの人、結局帰っていったね。笑ってるよ。なんか思い出し笑いしたんだろうね。楽しいことあったんだ。しかしだな、オディロ院長がやられたよこれ。もう先般トロでですね、誰も文句言えねえわ。翌朝、冷たい雨の中、オディロ委員長、オディロ主導委員長の葬儀は行われた。
ドルマゲスは闇の中に消え、再び行方をくらました。どうにか無事だったマルチェロはその世に起きた全てを皆に説明した。ピーマンの疑いは晴れたのだ。しかし笑っちゃダメなのに笑うだろ今の絵は。葬儀に立ち会った皆は院長の死を心から嘆き、天も惜しみない涙を流した。雨は夜更け過ぎまで降り続き、そして夜が明けた。夜が明けた。布団着よ。そのまま下に敷いてるってね。みんなね、一人くらい布団着よ。あ、動かせるの？もう。あー、動いたね。目が覚めたみたいだな。葬式の前にも言ったが、オディロ院長の死のことはあんたたちの。いや、全部あいつのせいでいいよ。それでいい、それでいい。あい、全部あいつだからね。そう、あいつが来なかったら死んでないと思うから。あ、せめていい、せめていい。むしろあんたらがいなかったら、マルチェロ団長まで死んじまってただろう。礼を言う。さて、その聖堂騎士団長殿がお呼びだ。部屋まで来いとさ。確実に殺しに来るよね。じゃあな、俺は確かに伝えたからな。行きたくないんですけど、マジですか？確実に俺たち死ぬよね。ヤンガス、どうする？もう逃げようか。逃げちゃダメだけど。お？これ見えねえのか？なんか書いてるけど。お？みんな起きろや。起きろや、お前ら。おはようデゲス兄貴、ドルマゲスの野郎をまた見失っちゃいましたね。それにしても、はあ、人の死を死に目に、人の死に目に合うってのは気がめいるもんデゲス。ゼシカ、昨夜は全然眠れなかったわ。今めっちゃ快眠してたよね。めっちゃ眠ってたよね。ドルマゲスのやつ、いや、ゼシカのそういうとこは可愛いね。さーて、団長殿がお呼びだとのことだ。逃げるわけにはいきませんからね。逃げたい心でいっぱいですけど。団長はどこで待ってるんだ？団長の部屋って確かここだよね。うん、お前は、マルチェロ様がお待ちかねだ。さて、合ってるね。入るがよい。来たくないけど来ましたよ。ガチャリンコ。失礼しまーす。マルチェロさーん。これはこれは。お目覚めのようです、ね。めっちゃ眠れましたわ。殺されるわ、そんなこと言ったら。こちらの方から聞きました。あらぬ疑いをかけ、申し訳ない。憎むべきはドルマゲス。お前もいたんだ。ねえ、トロでいたんだ。鉄槌を下さねばなりますまい。ですが、私には新しい院長として皆を導くという役目がある。そこでです。ほう。こちらのトロデという方のお話では、皆さんもドルマゲスを追って旅しているとか。どうでしょう、ここにいる我が弟ククーンを同行させてはいただけませんか。来たねえ。騎士団長殿、規律が守れぬ者は弟とは思わぬ。あなたが言っていた、今はこの方々と話をしているのだが、お前は黙ってよ。ククール、今修道院を離れても問題ないものはお前しかいないのだ。他の者にはそれぞれこの修道院で果たすべき役目がある。その点お前は身軽だろう。つまり役立たずだと、そう言いたいわけだ。なるほど、わかりました。それほどおっしゃるなら
こいつらについて出ていきます。院長の仇はお任せを。ケンケンしとるわこの兄弟。姫と一緒に喋るな、もういいから。分かってるわ、大体お前姫と一緒にいるだろう。分かったから、もうこの空気で喋るな。あと残していくな俺を。では皆さん、ククールをどうぞよろしく。旅の無事をお祈りしております。ああ、これで終わり。なんかさ、実は弟のことを心配してるみたいな、そんな感じになるのかなと思ったら、もうさっぱりとしてたね。お前が役立たずだ、お前しか暇人はいねえからお前が行ってこいってね、言うね。なんかさっぱりしてるわ。絶対そういう雰囲気だったよね今。ああやって言いましたけど、実は私も心配、いやそんなこと言ってくるのかなと思ったら全然違かったわ。サバサバしとるね。お、ククールがいるね。どうしたんだい、あんなこと言われて傷ついただろう。よ、まあそういうわけだ。俺も旅に加えてもらうぜ。オッケー。マルチェロ団長殿に命令されたからじゃない、院長は俺の親代わりだったんだ。あいつドルマゲスは絶対に許さない、必ず仇は討つさ。それにこんなところ頼まれたって痛くないね。追い出されて清掃するさ。それと約束してたよな、いろいろ世話になった礼はいずれ必ずするって。ゼシカ、これから俺は片時も離れ。ああ、いや君だけを守る。何を言うとるんだお前は。残念ながらね、ゼシカは私の嫁ですからそんなことは許されないし、お前がもしも触ってみろ、お前の顔を粉々にしてやるぞ。覚えておけよ、先に言っとくぞ。忠告だクール。さて、頼もしい味方ククールが仲間になりましたね。これでドラクエイト仲間になる全てのキャラクターが揃いましたよ。ゼシカ、ヤンガス、そしてククールですね。さあ行こうぜ。行こうぜ。まあイケメンなのはちょっと許せないですけど、こいつもどこかいいやつですからね。思いっきし暇人扱いされてましたけど、兄貴には。てなわけで今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況もまた見てくれ。ようやくクールを仲間にすることができたよ。